ここからは筆者の仮説であるが、祖霊である竜、あるいは蛇、白川静香によれば、蛇と竜の区別はあまりない。が生まれ変わりを繰り返すというストーリーを噛み砕いていくと、そこには独身のオスの竜神、蛇神、と、雌雄が合体した竜神、蛇神、というのキャラクターが存在し、それぞれが別の役割を担っているのではないかということが推察されるのである。そしてそれは縄文人の死生観を解き明かす上でも大きなヒントになり得ると考えられる。